ヘアサロン、コモリ。始まりました。ヘアサロン、コモリ。癒やし芸人のコモリヘアさんです。シャギン。シャギン。じゃあ、今日のお客様は、軟水の大川内くん。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、今日はですね、イメチェンをしていきます。はい。はい、イメチェン。ということで。イメチェン？せんで、いいかな。はい、こっち向いてください。はいはいはい、こっち向いてください。向いてないか、向いてはい。じゃあ口をゆすいでください。最初何これ。はい、口をゆすいでください。俺ね、どこに入ったやつ。横を刈り上げます。はい、結構いきますね。いや、あんまいかない。いつも通り。はい。何ミリですか。3ミリ。3ミリってどれぐらいですか。いつも4ミリ。じゃあ分かんない。4ミリ大丈夫。はい。大丈夫ですか。迷いないな。あ、こんぐらいいいっすね。3にしようか。じゃいや、これでいいっす、4でいいっす。やめてください。なんでぐんぐん短くするんですか。もう坊主になりません。いや、ない。横坊主がいいんだよ。これどんぐりになります。ああ、なるね。ガクさんもここすごい刈り上がってるからね。ガクさん何ミリですか。4ミリ。やぶ、なんで俺3にしようとして。超えないと。なんで実験のどんぐりや。なんか漫才のつかみとかもつかめるから、それで。あ、これですか。どんぐり。やっていいかな。見つけたら嬉しいと思うんですか。うん。え？相方が言う。で、言うとしたら僕って。俺が言ってやるんですか。そうそうそう。え？もろじゃないですか。もろでいいんだよ。もろでいいんですか。いいんだって。らしいよ。誰が言ってたんですか。なんか業界の人が。もろでいいよって言う。もろでいいらしいって。結局上の人全員もろだからね、結局。あ、じゃあ全員のやっちゃっていいってことですか。そう。モロから順番に売れていくから、ね、この世界。誰が言ってたの。業界の人。誰そいつ。いや、それはだって。そいつ誰ですか。なんで言いたくない。IT 業界の人。誰に聞いてるの。なんか IT の人を聞いてるの。倒してるやん。そうっすね。アイロンでこう丸みを。ああ、ありがとうございます。アイロン持ってます。持ってないです。ああ、じゃあ買って丸みを練習してください。あ、自分で作るってことですか、どんぐりは。うん、どんぐりは作れる。どんぐりは作れる。一緒のこと言わないで。じゃあ俺は先言いましたよ。あ、確かに。アイロンとか使ったことある。ないでしょう。はい。結構出てる。みんな使うんですか、こんな。使うよ。こんなしか使わないでしょ。やばいよ。おお。
やばいよ。でもあれだってやっぱ目につい目覚えやすいでしょ、キャラクターとして。どんぐりですか、うん、まあ、どんぐりやったら覚えやすいですね。入れた入れた、そのジューって言ってないですか。いいんだよ、その入れたてのフライパンの音してないですか、うん、するでしょ。確か丸み出てんな。やっぱマッシュの方が笑いやすい芸人って結局。そうな、うん、蛍原さんだってそうじゃん。蛍原さん、うん、他はえ、まあ、ガクさん、ガクさん、この業界だけでももう2人いる、うん、少ないですよ。もっと言ってください、そのあれは。面白くなれ、髪型。かっこつけてると思われてもだって尺じゃない、なんか。まあそうですね、うん、どんぐらいは全然カッコつけてないですか。うん、あ、この人芸人さんだなって。大丈夫ですか俺。いや、マジで来年多分流行ると思う。相方あれなんですけど。で、またどんぐらい大丈夫ですか。うん、だから相方にもう負けてちゃダメ、取られてる。髪型面白い。面白い、髪型面白い。これ面白いっすよこれ。いい、だからだって得じゃない、つかみでも出てて面白い方が、まあまあ、同じセリフ言っても全部ウケるんだから。まあまあそうですけど、今までのネタそのまんまやるだけでいいんだよね。まあ確かに面白いなってません。なんちょっとか面白くか、だからそ の, あの鉄腕アトムの妹みたいになってません。これでいいんだ。こんなんでしたよね、うん、ほら面白いっしょこいつ。だからいいや、いいんだよ、だから結局そうなの、髪型面白い方がいいんだよ、うん、そう、今の自分だ、さっきのやつが面白かった、さっきの髪型のやつ全然面白くない、面白くないでしょ、はい、笑ってますよ。おもろかっこいいんだよ、おもろかっこいい、面白いなこいつ、確かに。こいつ面白いですよ絶対。自分なのそれ、今見てる面白いやつ。自分がだってね、審査員とかだったらこいつ通したいでしょ。あ、こいつ通したいですね。そう、みんな最初は言うのイメチェン、え、これ大丈夫ですかみたいな、はい、で完成するとこれ、いや、なんで僕元からこれじゃなかったんだろうみたいな、なるんだよね。ああ、これでよかったのに最初からっていう、これが僕のイメチェン。どんぐりとかでもなくないですかこいつも。まだ途中だから。あ、途中の、そう、全然そう、最後に行ってくれ、途中のどんぐりか、どんぐりたけしだ、あれ全然どんぐりじゃない。あれがどんぐりだったらもう絶対売れてる、余裕で。あ、そうなんですか。だっておかしいじゃん。そうっすね、確かに。松茸ご飯って言って椎茸が出てきたら怒るでしょ。怒ります、それと全く同じ原理。嘘つかれてるんじゃないですか。そうそうそう、面白い、こいつ面白い。よし、これ面白い。ほんとさっき来たよ、あの神保町のファンのお客さん、女子高生お客さんが来ましたよ。あ、ほんますか。ああ、この動画が公開されるんで、はい、その人はどういう髪型なんですか。どんぐり、どんぐり、女どんぐり、女どんぐり、うん、街歩ける。こ
これ見てみんなするんだから。女どんぐりですか、うん、10年前2ブロックでもそういう人そうだったから、これ何これ横短くてみたいな、これ街歩けるみたいな。最初は批判から始まるんですね。そうそうそう、何も分かってないそういうやつが批判するん。でどん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 、うん、これが普通になっていく、戦ってって。え、どんぐりかな、俺。じゃあ何、逆に。なんか、嫌な金持ちみたいな、やってないですか、こいつ。いいじゃん。札束でなんか汗拭けばいい。こいつ、そんな感じでやってないですか。暑い。いや全然暑くないです。どんぐりだ。なんか昭和のドラマみたいな。もういいじゃん。いや笑ってません。やっぱおもろいね。面白いですね。なんか。小森さんはしたことあるんですか。ごめんない。自分はどんぐりにはしたことないと。きしょいやろ。おい。あそこみたいでさ。どんぐりおい。もうどんぐりに対して気持ち芽生えてきたよ。そう言って言われたら悔しかったでしょ今。まあ確かに。どんぐり馬鹿にされた。俺は自分はどんぐりやと思ってて。いじられた感じだったんで許せなかったですね。許せないし、はい、やるせなかったよね。まあそうそうですね。どんぐりかこれ、これどんぐりか、よう見たら。昭和初期みたいになってる。昭和初期。完成。はい。はい、こっち向いてください。向いてないけど、面白い。面白いです。自信持って。面白い確かに。この色は面白い。確かに面白いこれ。完成？はい。完成ですかこれ？もちろん完成でしょ、ここら。俺これですか？ガクさんじゃん。ずっとですか？どんぐりいいじゃん。ガクさんでもないですか、なくない。これはいいよ。俺のちょっとちゃうくないですか。いやいや、これでいいんだよ。いいじゃん。何これ、めっちゃいいやん。嫌な子供みたい。ここがいいやん、ね、そのなんか昔日村さんでもそうでしょ、これ。まあまあまあ、こんなんすか、大丈夫ですか、うん、大丈夫でしょ。神保町いないでしょ、だってかぶってない。もうこれかぶってないですね。さあ、ということでできました。え、さあこれで、はい、じゃあどん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 広めていってください、この髪型。どんぐりをどうですか、やってみて。いや、うん、まあ結構イメージが変わったと思う。そうですね、ま、前の自分とはまるで違うんで。今までちょっときつく見えることもあったじゃないですか。そうですね、こいつはもう笑われもん。笑われもん。ボケる。こいつボケそうですね。それです、はい、よかったです、その満足してもらって。生まれ変わってもらって、はい、まあまあ生まれ変わった感はありますけど。これで頑張ってください。これで頑張んの俺。シャキン大丈夫？大喜び。